太平洋戦争の開戦に伴い、海軍航空兵力の増強を図るため、登場、整備に至る前の予科連の連戦を行うべく、発足した。太平洋戦争の開戦と同時に、海軍航空隊は、各地で戦火を上げ、時勢は一挙に、航空主兵に傾いてきた。戦線の拡大とともに、航空隊要員の大増強が要求され、 連製航空隊の増強も不可欠となった。入門者が実機に触れるまでの基礎学習を行うヨカレンも大増強が要求され、ヨカレン教育を一手に引き受けていた土浦、海軍航空隊だけでは任務遂行は不可能であった。そこで、三重県一市郡カラス町の雲津川、川口デルタを埋め立てて増成したカラス、飛行場敷地に、 第2位のヨカレン航空隊として見え空が開かれた。当初はヨカレン4コースのうち伝統あるオツシュ飛行生を主体に受け入れる予定であった。しかし解体直前にミッドウェイ海戦で惨敗を喫したこともあり、促成訓練を受ける高種飛行生の受け入れを並行して行うことになり土浦空で問題視されていた高ツ飛行生の敵対を解消する。 高圧分離策は早くも頓挫した。昭和20年以降になると、他の航空隊に、転石や転出によって、事実上機能はなくなった。昭和20年の名古屋大空襲の際は、南方から B29 が襲来してきたが、三重飛行場を素通りして、北部の名古屋へ向かっていく始末であった。高飛第10機、乙飛第17機、 オツヒ第18期転入特措第5期、入隊なら文献体発足三重空が所在した、カラス飛行場は、旧カラス町の2、3を占める巨大な埋め立て地であったため、飛行場施設は、完全に撤去した上で民間に開放され、旧カラス町、現津市の土地整備計画に基づいて活用されている。三重空の痕跡としては、津市カラス歴史資料館の展示物が著名である。 タイモンやレンガベーなどの未撤去以降も点在している。教育訓練部隊のため、航空機の配属はない。ありがとうございます。